ではですね、無料ブログ、の借り方ということで、今回はジュゲームですね。ジュゲームの、無料ブログを作ってみたいと思います。では、早速始めます。こちらの、ホームページの無料ブログ作成、こちらの方をクリックしてください。はい。そうしますと、メールアドレスを入力するところがありますので、こちらにお使いになっているメールアドレスを入力してください。はい。入力しましたら、確認メール送信、はい、こちらをクリックします。はい。そうすると次のステップへのご案内という書かれたメールを送信したということですので、私これ、メールをちょっと確認してみますね。はい。こちらの方にジュゲームから、次の設定の案内というメールが、来てますね。はい。ではこちら開いてください。はい。で、こちらの、URL をクリックしますと、次のステップへ、進めるようになります。はい。ではこちらをクリックします。はい。で、第2ステップですね。ステップ2ですね。ユーザー情報を入力ということですね。はい。ここはですね、ブログのタイトルですので、あなたの、目的に合わせて、ブログのタイトルをつけてください。はい。でこちらですね、URL ですね、サブドメインと言いまして、こちらの部分だけ、HTTP からこのジュゲームの前のですね、ここの部分だけお好きな、半角文字で、名前を付けられますので、こちらの方で、お好きな名前を登録してください。字が足りないな。では動画、はい。それでは利用規約に同意するということをチェック入れてください。はい。そうしましたら、ジュゲームキーログインユーザー名、こちらの方に、ログインの際の、ユーザー名を入力します。はい。覚えやすいやつですね。忘れにならないような覚えやすい、ユーザー名を選んでください。はい。はい。ではパスワードですね、こちらも覚えやすいやつを入力してください。また入力しましたら、後で控えて、おいた方がいいですね。アフリエイトやってますと、どんどんブログが増えてきますので、そういう時にですね、
どうしてもパスワードとか忘れてしまったりするんですね。ですから、どっか、控えておくということが、必要だと思います。はい。で、これで必要な、個人情報を入力し終わりましたので、ここの利用規約に同意するということを、ここをチェック入れまして、次のステップへ行きます。はい。登録内容を確認しましょう。はい。登録内容に、間違いがないかどうか、ちょっと見てみてください。はい。で、間違いがないようでしたら、上記の内容で申し込む。こちらをクリックです。登録がもう完了いたしました。はい。で、ここでブログが表示されるまで30分程度かかりますということですので、少し時間を置いて、先ほど作った、ログイン ID とパスワードを使って、ブログの方に、後ほど、ログインしてみたいと思います。では、一旦こちらで、終了させていただきます。はい。では、またログインのとこから、続きを、お送りしますので、よろしくお願いします。はい、失礼します。